ットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。ファン待望のフレンドリーマッチ、ブラジル対アルゼンチン。この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。ブラジル、実力が拮抗しているチームとの対戦となりました。中西さん、はい、今日はお互い少ないチャンスをものにできるかどうかが勝負の分かれ目になると思います。なるほど、ありがとうございます。さあ、選手入場です。試合前の記念撮影を行っています。画面には予想フォーメーションが出ています。さあ、試合が始まりました。今日の試合の行方を占う立ち上がり、見てまいりましょう。さあ、このドリブルから、中はちょっと少ない。おっと、入れてきた。打ってもいいんじゃないですか。狙ってきた。よし、ゴール。アルゼンチン、開始早々の先制点。いやー、このゴールは素晴らしかったですね。中西さん、いかがですか。これで勝たせが取れてくると思います。そうですか。アルゼンチン、早い時間で先制点を取ったということについてはどうでしょう。そうですね、できれば前半もう1点取って優位に立ちたいところですね。なるほど、そうですか。さあ、かわせるか。左へ、このボールをカット。5番、コントロールして、5番右、この位置でボールを受けて、右サイドから3番、9番、10番、8番、ワンタッチで、激しい奪い合いが続く。激しいプレー、ここでファールの判定。8番、10番、コーナーキックに変わります。ブラジル、右サイドからのコーナーです。ヘッドできた。これを決めた。ゴール。前半9分、同点に追いつきました。誰も彼に勝てません。見事合わせましたね。いいタイミングでした。はい、戻しましたね。中西さん、はい、非常にいいイメージできてると思いますよ。この流れに乗って逆転できたいですね。そうですね。さあ、ここからどうするのか。パス、見事なインターセプト。パス受けてきた。必須のディフェンス狙った。あー、入った。ゴー、アルゼンチン力強く勝ち越しのゴール。
ポジショニングセンスがすごい。さあゴール決まりました。中西さん、ポジショニングの良さが生んだゴールです。なるほど。中西さん、はい、ただ勢いに乗っている時ほど気をつけて戦ってほしいです。はい、見守っていきましょう。10番7番仕掛けるか。またも奪った。シュート、うわー、決まった。ゴール、アルゼンチン2点連取。11番、今日2点目。いや、いいですよ。しかしすごいシュートでした。この時間での追加点、中西さん、はい、いい時間帯です。チームもうまく起用してますからね。そうですね。それではこのままリプレイをご覧ください。この得点差をきっちりと守り抜いていきたいところですね。中西さん、ただ2点差なんですが、油断はできないんで最後まで集中して戦ってほしいです。なるほど。クリア不十分、いい位置にいました。5番、さあこのボールを前線につなげたい。10番、遠目から放った。体を張っている。フリーだ。7番、11番、狙って、体で止めた。実に素晴らしいシュートでした。中西さん、決まりましたね。はい、今の調子でさらに得点したいですね。はい、さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいております。ブラジル、あと1点で同点というところまで迫りました。中西さん、うん、これで敵も死に物狂いで来ると思うんでね、それをうまくかわしながら同点弾狙ってほしいです。そうですね。これをインターセプト、パスをつないでスルーパスを出してきた。10番、スライディングに行った。クリア、これを競り合う。5番、11番、どう持っていくのか。ゴールを狙う。なんとか当てた。ここでパス。さあここまで上がってきた。外してしまった。追加点のチャンスを逃してしまいました。中西さん、いや、まだチャンスありますから、その時に確実に決めてほしいです。1番、16番、3番、5番、9番、11番、10番、7番、9番、この距離からどうだ。ボールはゴールマウスから遠ざかっていく。アルゼンチン、得点してからいかがでしょう。イメージが残ってるし、もう1点いってほしいですね。そうですね。さあ、かわせるか。19番、2番、アルゼンチン、速攻。7番、10番、打てますよ。打った、当てた。2番、5番、11番、ブラジル、ここまでの戦いぶりどうですか。今日はパスワークの差が見られませんね。もう少し確実につないでいきたいですね。そうですね。お、狙ってきた。ナイスブロック。11番、7番、クリアは小さい。11番、倒してしまいました。中盤を支配して試合をコントロールしたいですね。11番、アルゼンチン、中央からの攻撃がうまくいってるようですね。
はい、まあ、このまま続けていけばいいんじゃないですかね。はい、8番ピックアップしてタイミングはどうだ、さあ通るか、中に入れてきた、クロスは逆サイドに流れてしまった。同点のチャンス、ラインが終わりました。頭でつなぐ、16番8番9番11番10番、スルーパス、ファーサイドできた、ボールがタッチを割りました。スローインです。12番19番2番14番、アルゼンチンディフェンスが整っていない。今がチャンス、こっからどうする、クロスを上げてきた、ダイレクト、これが決まった、ゴール、前半終了間際、これで2点差。11番、これでハットトリックになりました。今日はキレキレですね。監督の期待に応えるシュート、このボレーシュートは見事でしたね。中西さん、いいボールをしっかり合わせてきましたね。そうですね、画面ではリプレイをご覧いただいています。さらにリードを広げましたね。中西さん、はい、ただ油断せずにしっかりとボールをコントロールして試合を支配してほしいですね。そうですね、ここでカット、3番7番、オフサイドです。3番、この辺り丁寧にいってほしい。パスをつなぎます、インターセプト、4番、トラップして丁寧にパスをつなげてほしいですね。スペースをつくパス、これはエリア内、 PK を取られます。さあ落ち着いて確実に決めておきたいところ、決まった、ゴール、前半のスタイム、1点差まで追い上げた。10番、今日これで2点目、今日は切れてますね。とにかくらしいほど落ち着いて決めました。決まりましたよ中西さん。いいですね、この調子でもう一点いきたいですね。はい、ブラジル1点差まで詰め寄りましたよ中西さん。はい、今のような感じでさらに同点狙ってほしいです。なるほど、では見てまいりましょう。前半終了、さあ後半戦がスタートしました。このハーフタイムでの選手の交代はない模様です。縦にボールが出ました、これを胸で落とします、打ってきた、止めた、これはナイスキーパーでしたね。はい、アルゼンチン左サイドからのコーナーです。誰に合わせるのか、9番、ボールを回して、パスを回して、10番、スペースを使う、16番、このボールをクリア、このボールを得ました、5番、11番、さあかわせるか、外に開くか、ゴール、後半開始早々敵を突き放す、ゴール。素晴らしい、中西さん決まりました。これは勝ちありゴールでしたね。はい、この調子で頑張っていただきましょう。
2点に広げましたが、中西さん、はい、この状態のまま試合の主導権握ってほしいです。はい、19番16番縦への大きなボール、ロングパス、10番ゴール前フリーだ、体に当てた、こぼれたところ、しかしこれは決められなかった。1番4番2番11番パス、10番7番10番スペースへ出せるか、ハワイのクロス、しかし合わせられない、タッチラインを割りました。2番6番大きく前方へ、アルゼンチン後半の立ち上がりですが、中西さんいかがでしょう。うん、やっぱり先ほどの得点が追い風になっていると思うんで、このまま試合をコントロールしていきたいですね。そうですね。5番11番時計は後半の15分を過ぎました。これはオフサイドです。縦に大きく出します。マイボールにできるか、4番大きく右へ展開します。もう一度スローインです。16番スローインが続きます。12番11番4番8番ここから打ってくる、キーパーがキャッチしました。4番11番7番8番10番9番10番これはクリアします。これを競り合う。4番11番14番前方へのパス、おっと倒してしまった。ここで選手交代、アルゼンチンディフェンダーを交代しましたね。中西さん、これはディフェンスの力を入れたいという監督の意図でしょうね。パス、12番10番ボールを受けてブラジル、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか。中西さん、はい、前半より機能してるんでこの試合まだ分かんないですよ。はい、見てまいりましょう。セカンドボールをキープ、しのぎます。4番2番これをトラップ、9番どう持っていくのか、スルーパスは大きくクリア。ブラジルリードを許していますが、中西さん、決してチーム状態が悪いわけではないんで、最後まで諦めずに戦ってほしいですね。はい、期待したいですね。19番仕掛けるか、12番これを受けてパスか、自分で行くか、倒してしまいました。中は4枚、タイミングが合いません。このボールはスローインになります。16番スローインに逃れました。さあスローインから上げさせない、2番7番アルゼンチン、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか。中西さん、前線に渡るパスがちょっと少なくなってきてるんで、ロングボールを放り込むっていうのも一つの手ですかね。はい、どう期待しましょう。12番クロスを入れてくるか、カードが出てしまうんでしょうか。カードは出ないようですね。いや助かりましたね。次気をつけてほしいです。選手の交代があります。アルゼンチン前の選手を入れてきました。これは攻撃の活性化を狙ったと見ていいんでしょうか。はい、そう思います。はい、7番11番7番2番16番6番21番14番7番エリア際、2番9番11番パ
スをつないでオープンスペースをつけるか。つながせません。クリア。競り合って8番7番ボールをトラップ、ミドルシュート、弾いた。キーパー素晴らしい反応でしたね。そうですね。ブラジル右サイドからのコーナーキックになります。詰めて自ら狙っていった、体に当てた。7番パスを回す、9番10番、さあ1対1だ。狙ってきた、入った、ゴール。後半ロスタイム、これで3点リード。10番今日2点目のゴールを決めました。いやいい感じですね。いやこのボールは素晴らしかったですね。さて中西さん、ゴールが決まりました。このショートうまく決めましたね。素晴らしい攻撃でした。アルゼンチン3点差をつけましたが、中西さん、はい、このまま敵が戦争するまで徹底的に叩いてほしいですね。なるほど。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。アルゼンチン見事勝利を挙げました。それでは中西さん、試合を振り返っていただけますか。はい、結果はともかくとして、攻守それぞれに今後の課題が見えてきたんで、収穫のある試合だと思いますよ。そうですか。そして試合終了後のデータを紐解いてみましょう。アルゼンチン支配率では逆にリードされていたようなんですが、中西さん。はい、ただマイボールになった時にいいテンポでボール回してましたからね。こういった戦い方もあるでしょう。そうですね。どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。今日の試合は中西哲夫さんをお招きしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。それではハイライトをご覧いただきながらお別れさせていただきましょう。さようなら。さようなら。